靴履かない状態。レグサイフィットネスの吉山です。私の得意なしゃがみ方でドラゴンスクワットっていうしゃがみ方があるんですけども、ちょっと見ててください。こういう感じなんですけども、久しぶりにこれやってみたらすごい今左足がやりづらいなっていうのと、もう一つ、できなくなっちゃってたので、すごい靴に頼ってはできるんだけど、なんか裸足でできなくなってしまっていました。前は裸足でも全然余裕でできたんですけど、これが改善できるかなっていうのをちょっと今からコンディショニングをしてやってみたいと思います。でまたこれちょっと練習している方のできるようになるアドバイスというか参考になればと思いますので、改善のエクササイズをちょっと一通りやってみたいと思います。はい、では今10分15分ぐらいちょっとエクササイズやってみて、感じが変わるかやってみたいと思います。靴履かない状態。いけますね。さっき後ろに転んじゃったんですけど、はい、苦手だった左足、こっちも全然キープできるようになりましたという感じで、特定のエクササイズでやってもらうと、繰り返しやってるとその時できるできないとか調子がいい調子が悪いっていうのが分かるので、それを判断材料にして自分の体がどうなってるっていうのも知ることができるかなと思います。今日私はたまたま今のしゃがみ方をやってみようとしたら、あれなんかすごいできなくなって、しかも裸足にしたら全然できないっていうので、ちょっと調整をしてみました。今さっと私がやったエクササイズは、知ってる人が見るとあこれねっていう感じなんですけど、要は骨盤のポジションを戻すようなエクササイズ、それと最後にちょっと足首を荷重で使うようなエクササイズをやってみました。私が先ほどやったドラゴンスクワットというようなしゃがみ方、こうぐーっと深くしゃがんでいく、骨盤も後傾していくような形の時に、あれがうまくできないっていう方は、どうしてもうーんってこう腰が反って力を入れて体を支えるっていうような癖のある方はどうしてもできないかなというふうに思います。例えば普段すごい高重量のベンチプレスをこうアーチを作ってやってたりとか、スクワットも高重量こういう支え方をしていると、多分ただ何も持たない自重の動きでもできなくなってしまったりするので、この逆の動きも練習していくことがとてもいいのかなと思います。今の種目必ずできなきゃいけない種目じゃないんですけども、どういうふうにでも自分の体が使えるっていうのは非常に理想かなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。こういうエクササイズ取り上げてほしいとか、リクエスト、この動画に対する質問などもコメント欄で受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いします。